第8艦隊8月7日14時30分鳥海、夕張、天竜、夕凪はラバウルを出撃。16時30分ラバウル郊外で第6戦隊と合流。24ノットでガダルカナル島を目指した。南東へ移動中の第8艦隊はラバウル空爆後の B-17 爆撃隊米潜水艦 S-38 に目撃されていた。爆撃隊は重巡洋艦1、軽巡洋艦3、駆逐艦1を報告。潜水艦 S-38 の報告は翌8日7時38分に届けられた。米軍はサボ島西側にレーダー搭載哨戒駆逐艦2隻を配置、警戒は怠らなかった。8日早朝、台南空稲貫菊一大尉率いるゼロ戦15機と陸航23機がラバウルを出撃。9時50分、つらぎ沖の敵船団に攻撃を開始。駆逐艦ジャービスを大破させ、被弾した陸航1機は輸送船に突入、船体砲機に追い込んだ。攻撃隊の損害は、陸航18機が未帰還、ゼロ戦1機が自爆。戦果は、撃沈、従順に、駆逐艦に、輸送船10、撃破、従順に、輸送船1を報告。第25航空戦隊は2日で91機が出撃、35機を失った。損失、陸航23、艦爆9、ゼロ戦3。ラバウルからつらぎ沖までの飛行距離は、第一弾作戦の最大飛行距離560キロの2倍に近く、ラバウル基地までたどり着けなかった損傷機。長時間飛行の疲労も未帰還機拡大の一因となった。航空戦隊は敵機動部隊を捉えられず、第8艦隊の懸念を払拭できなかった。水上部隊に与えた損害も十分とは言えなかったが、機動部隊は艦載機18機を失い、連合軍は疲弊した。航空攻撃が行われていた8月8日早朝、第8艦隊は義兄進路を取りながら、ソロモン諸島の入り口、ブーゲンビル島東方沖に進出。午前4時、各艦から艦載水上偵察機を発進、ガダルカナル島周辺の敵情、米空母の位置把握に努めた。第8艦隊は8時過ぎから、アメリカ・オーストラリア3機の敵哨戒機に発見された。北方への義兄進路でやり過ごしたが、1機からは爆撃を受けた。艦隊は砲撃をかわし、推定隊を回収した。推定隊は、つらぎ沖の敵水上部隊の情報と、250海里圏内の機動部隊の不在、輸送船を中心にした上陸用船艇の活発な活動を報告。三河中将は空襲の危険はないと判断。11時、静かにブーゲンビル水道に侵入していった。連合軍の規模はラバウル司令部の想定を大幅に上回り、わずかな陸戦隊だけでの飛行場奪還を断念。11時55分、輸送船団に反転命令を出した。転進した輸送船団は潜水艦 S-38 に発見され、8時45分、雷撃を受けた明陽丸が沈没。
163名を救助したが、373名は行方不明となった。輸送船団は8月9日午後、ラバウルに戻った。第8艦隊は13時30分過ぎ、ブーゲンビル水道を通過、推定3機を発進し、中央航路に突入。15時20分、水平線上に梅煙を発見。義兄進路を取ろうとしたが、梅煙は水上規模艦秋津島だった。同じ頃、第8艦隊司令部に日本航空隊攻撃の戦果と米空母の所在不明、敵輸送船団ガダルカナル島沖集結の情報がもたらされた。司令部は報告をもとに野戦に関する戦闘要領を決定。マスト両舷に敵味方識別用の白い吹き流しを掲げる。サボ島南側からの突入、一降下の攻撃、サボ島北側からの離脱。突入時刻は23時30分以前。翌4時40分にはサボ島120海里圏外へ飛退などを各艦に通達。16時30分、三河中将が訓示を発した。海軍の伝統たる野戦において必勝を期し突入せんとす。各員冷静沈着、よくその全力を尽くすべし。第8艦隊は各艦 1.2 キロの距離を保ち、機関長海を先頭に16ノットでガダルカナルを目指した。15時、青葉偵察機から輸送船6隻の炎上中を受信。第8艦隊は激戦に備え航空燃料や爆雷を投棄、ニュージョージア島を通過した。第8艦隊の乗組員は敵戦艦の撃沈に闘志を燃やした。20時20分、長海偵察機がサボ島南に、慶順3、ガダルカナル白地に輸送船20を確認。過去偵察機は津良木沖に輸送船10を確認した。20時40分、天候は曇り、東南東の風5メートル、視程10キロ。第8艦隊はサボ島南方水道に突入した。20時43分、長海見張り員が右減速距離9線に敵哨戒隊駆逐艦ブルーを発見。敵艦はそのまま遠ざかっていった。直後、左舷前方に哨戒隊駆逐艦ラルフ・タルボットが現れた。同艦も気づかず遠ざかっていった。駆逐艦ブルーはレーダーを搭載していたが、電波は島陰で乱反射、機能していなかった。第8艦隊は各艦から照明隊の推定を発進させ、戦闘に備えた。23時30分、サボ島南方に到達。第8艦隊は探従陣を取り、長海、青葉、加古、衣笠、古高、その後ろに天竜、夕張、夕凪が続いた。三河中将は全軍突撃を命令、全艦一斉に襲撃運動に入った。直後、長海は左舷1万5千に日中の攻撃で大破、退避中の駆逐艦ジャービスを発見。23時38分、長海と古高は魚雷4本ずつ8本を発射。魚雷はすべて外れ、ジャービスは攻撃に気づかず通過していった。続けて右舷に連合軍南方部隊戦艦1、巡洋艦2、3を確認。23時43分、三河中将は推定に超高弾投下を命令。23時47分、距離3700。長海は
照らし出された戦闘艦、オーストラリアの従順キャンベラに魚雷4本を発射。敵は第8艦隊の接近に気づかず、攻撃は完璧な奇襲で始まった。鳥海はキャンベラ雷撃直後、艦首左方向に別の敵部隊を確認、後続艦に注意を促し、南方部隊に突撃した。第8艦隊の接近に気がついた駆逐艦パターソンは警報を鳴らし、照明弾を打ち上げた。敵襲を知ったキャンベラ、従順シカゴは警報と同時に対応を始め、キャンベラが総員戦闘配置を命じた直後、先に放った鳥海の魚雷2本が命中した。第8艦隊はキャンベラに主砲広角砲25ミリ機銃を水平射撃で撃ち込んだ。キャンベラでは警報と着弾で飛び起きた艦長や幹部が集まり始めた環境に砲弾が直撃、多くの幹部は吹き飛ばされ、艦長は重傷を負った。一方的な攻撃で搭載機は炎上、複数の内部火災が発生し、2つの機関室は機能を失い、損傷しながらも第8艦隊を照準に収めようとしていた4機の主砲は反撃する前に動力を失った。命中弾を浴び続けたキャンベラは最初の数分で戦闘力を失い、航行不能となった。ユーナギはキャンベラへ魚雷1本を命中させた後、電源が故障、時間位置を見失い、夕張に接近。衝突は回避したものの、単重陣を維持できず単艦行動となった。キャンベラは翼鳥まで浮いていたものの、修理を諦め雷撃処分となった。シカゴ。鳥海、古高、過去はシカゴに襲いかかり、魚雷1本がシカゴ左舷艦首部に命中、大破して開いた穴から浸水が始まった。第8艦隊の砲撃は上部構造物を破壊、前哨楼を傾けた。右舷中央への魚雷命中弾は爆発しなかった。戦闘態勢が遅れたシカゴの反撃に命中弾はほとんどなく、唯一天竜の被弾一発がシカゴ複砲の可能性が高いと言われている。第8艦隊の攻撃は激しく、シカゴを圧倒していたが、シカゴはガダルカナル島ツラギ島間に発生したスコールに25ノットで逃げ込み、第8艦隊も追撃はしなかった。パターソン。天竜は南方部隊で最初に夜襲に気がつき、警報を続けるパターソンに攻撃を集中。古高、夕張が続き砲雷撃を加えた。3艦の攻撃は第4砲塔を破壊、第3砲塔と甲板に損害を与えた。夕張がパターソンの反撃でわずかな損害を出したが、第8艦隊はパターソンを撃沈した。バックレイ。第8艦隊はシカゴの右舷前方にいる駆逐艦バックレイを標的とせず、目の前の敵艦に攻撃を集中していた。バックレイもシカゴに遮られ、第8艦隊を攻撃できず、味方艦を避けるため移動を始めた。バックレイが急回答した頃には南方部隊を沈黙させた第8艦隊は遠ざかり始め、バックレイの放った魚雷4本は全て外れた。夕張の舷側を右から左へ撃ち抜いた目くら玉一発だけがバックレイの関与した戦闘となった。単重陣で攻撃を加える第8艦隊の隊列に航行能力を失ったキャンベラがふらふらと接近。古高はキャンベラとの衝突を避けるため変身。古高に従った
天竜、夕張で第8艦隊は鳥海隊、古高隊、夕凪の3つに分かれた。鳥海艦橋で魚雷何本かの誤動作を目撃した第8艦隊大西晋三参謀長は改善の必要性を記した。第8艦隊の損害は天竜と夕張の被弾だけで、わずかな時間で連合軍南方部隊を壊滅した。第8艦隊は休む間もなく、鳥海がキャンベラの来撃直後に発見した連合軍北方部隊に短哨塔を照射、攻撃態勢に入った。連合軍第8艦隊の殴り込み作戦中、連合軍では第62任務部隊司令官リッチモンド・ターナー少将が南方部隊機関従順オーストラリア座上の水上部隊指揮官クラッチレー少将とガダルカナル島に上陸していた上陸部隊指揮官バンデクリフト少将をつらぎ郊外の機関輸送船マコーレーに呼び寄せ、本格的な揚陸作戦の前後策を会議していた。クラッチレー少将は日本軍を警戒するサボ島周辺水道警備の南方部隊、北方部隊、東方部隊の統一指揮権を有していたが、南方部隊の指揮権をシカゴ艦長ボード大佐に任せただけで、統一指揮権を移譲しないまま戦列を離れていた。北方部隊、東方部隊は指揮官不在を知らず、情報共有ができなかった。南方部隊の指揮権を預かるシカゴ艦長ボード大佐も指揮官陣頭の原則を守らず、南方部隊の先頭に位置しなかった。日本軍との戦闘でも他部隊に警報を出さないままスコールに逃げ込むなど、いくつかの失策を犯していた。北方部隊を率いる従順ヴィンセンス・リーフコール大佐は、第8艦隊と南方部隊の戦闘を、南方部隊によるガダルカナル島への艦砲射撃、または侵入してきた少数の日本駆逐艦と南方部隊の戦闘と考え、オーストラリアのクラッチレー提督に連絡を取ろうとしていた。23時55分、過去による短哨塔の照射も味方艦のものだと思い込み、体内無線電話で照射をやめよう、我味方なりと通報。気流信号を掲げ、南方部隊支援に赴こうとしていた。北方部隊2番艦、従順クインシーも、青葉からの照射を混乱した連合軍艦隊のものだと信じていた。南方部隊から一番近くに位置していた北方部隊3番艦、従順アストリアでは、砲術長が航空機が投下した照明弾を目撃、戦闘配置を命じ、北方部隊の中では最も戦闘への備えができていた。しかし、アストリアでも鳥海からの短哨塔を味方のものだと考え、連日の対空戦闘で疲労した艦長グリーマン大佐の睡眠を妨げることはしなかった。連合軍水上部隊は2日間続いた絶え間ない警戒と日本航空隊との戦闘で疲弊し、疲れが蓄積した乗組員は怠惰になっていた。アストリア23時53分、鳥海の主砲が火を吹き、北方部隊との戦闘が始まった。距離5線で放った鳥海の主砲正射はアストリアへ命中。アストリアは直ちに反撃を開始した。砲撃音で飛び起きた艦長は状況を同士打ちと判断、艦橋に飛び込むと砲撃停止を命じた。鳥海隊は
一方的な砲撃を続け、アストリアの攻撃が再開した頃には砲塔や機関部を破壊、水蒸気格納庫を炎上させ敵を圧倒していた。超海艦上で攻撃を観戦した丹羽文雄報道範囲は、両国の花火大会のようだったと記録している。十分な打撃を与えたと判断した三河中将は、砲身を2番艦従順クインシーへ向けた。クインシー、鳥海はクインシーに照準を合わせると攻撃を開始。砲弾は燃料を満載する艦載機を直撃。燃え上がる炎に照らし出された艦影は格好の標的となった。クインシーは北に逃れようとするが、アストリアへの攻撃を終えた古高隊が攻撃に加わった。単従陣を維持できなくなった古高隊は、北方部隊西側を進んだことで東側を進む鳥海隊と協撃する形となり、第8艦隊の攻撃はさらに強力になった。集中砲火で逃走を諦めたクインシーは反転、進路を鳥海に向け砲撃しながら突撃を始めた。天竜と夕張は接近するクインシーを雷撃。立て続けに命中した魚雷の一本がボイラー室で爆発、左舷を破壊し浸水が始まった。多くを被弾したクインシーは鳥海に最後の砲撃を行い沈黙。ゆっくりと左に傾斜を始めた。クインシー最後の主砲弾は司令部の隣作戦室で着弾。幸運なことに砲弾は炸裂せず、幹部将校は命拾いした。従順青葉では北方部隊との戦闘中、魚雷湖に飛び込んだ敵の機銃弾が発火。爆発、誘爆、轟沈の危険が迫ったが、杉浦一等水兵が決死の消火作業で青葉を救った。ヴィンセンス。クインシー攻撃開始とほぼ同時刻、鳥海隊はヴィンセンスに正射を加えた。命中弾は通信設備を破壊、構造物に損傷を与え、格納庫の搭載機を炎上させた。ヴィンセンスは従順過去からの短照と鳥海隊の攻撃を味方艦のものだと信じ、同士討ちの損傷を避けるため北方へ脱出を図った。鳥海隊古高隊はヴィンセンスの艦上で燃える搭載機の炎を目標として攻撃を集中。敵襲に気づいたヴィンセンスは反転し、衣笠に攻撃を開始した。衣笠はヴィンセンスの攻撃で操舵装置を損傷、操舵機械での舵取りを余儀なくされた。第8艦隊の強撃は激しく、魚雷4本が命中、1本がボイラー室を破壊。9日0時、日付が変わる頃、ヴィンセンスは動力と電力を失った。第8艦隊は砲撃を続け、青葉の主砲が艦橋に命中。火災はあらゆるところで発生した。アメリカの記録では、ヴィンセンスは8インチ、5インチが少なくとも85発被弾と記されている。0時5分、65発を被弾し、沈黙したと思われたアストリアの主砲が火を吹いた。衣笠を狙った攻撃は鳥海を直撃。第一砲塔が破壊された。アストリアはこの砲撃を最後に沈黙した。0時12分、三河長官は鳥海の砲撃を中止。日本艦と戦場の動向を見極め、0時23分、戦闘終了を判断。全軍引けを命じた。三分割されていた各隊は単従陣に戻りながら、集結予定地点
サボ島北方に移動を始めた。北方部隊随伴の駆逐艦ヘルムとウィルソンは南方部隊の異変で救援に向かったが、第8艦隊の姿はすでになく、南方部隊は壊滅していた。北方部隊に戻ると同部隊も壊滅していた。周辺を警戒するヘルムとウィルソンは北方部隊西側に艦影を発見、攻撃を始めた。砲撃を受けた艦影、哨戒駆逐艦ラルフ・タルボットは識別信号で味方であることを伝えると同士討ちを警戒、西へ退避した。サボ島北方に向かっていた天竜と夕張は右舷に味方艦から退避してきたラルフ・タルボットを発見。直ちに単焦灯を当て、砲雷撃を開始。天竜、夕張の攻撃は多くが命中弾となり、主砲と魚雷発射艦、海図室、医務室、アイスクリームを積んだ食料庫を破壊。操舵不能、傾斜20度まで追い詰めたところで、スコールがラルフ・タルボットを包み込み、あと少しでとどめを刺し損ねた。北方部隊、クインシー。9日0時35分、転覆沈没。ヴィンセンス、0時50分、転覆沈没。アストリア、11時、火薬庫が爆発。12時15分、転覆沈没。第8艦隊は、白地突入数十分の野戦で、敵従順撃沈4、大破1。駆逐艦大破2の大戦果を挙げた。開戦初期に離脱した夕凪を含め、サボ島北方で再集結した第8艦隊は、1降下の襲撃をほぼ無傷で終え、同海域、機関長会の艦隊司令部で会議を始めた。会議では、ほぼ無傷の艦隊を引き、直ちに反転、第一目標、連合軍輸送船団を撃滅すべしという意見と、敵空母艦載機の攻撃が始まる前に撤退すべしという意見が対立。特に長海艦長早川幹夫大佐は、目の前の大輸送船団を放置して帰れば飛行基地が敵の手に落ち大変なことになると強く主張。司令部は機関を他に移して帰れ、長海一貫で敵輸送船団を撃滅するとまで発言したが、第8艦隊大西参謀長や自分の殴り込み作戦が大当たりした上参謀は早期撤退を進言した。航空攻撃隊は連日の戦闘で敵艦載機と交戦し、敵空母の存在は疑いようもなかったが、航空隊も第8艦隊もその姿を見ていなかった。敵空母を恐れる主張を入れた三河中将は帰投を命令、戦術的大勝利と引き換えに、作戦目的、敵輸送船団はそのまま放置された。日本軍に姿を見せなかった空母ワスプとエンタープライズはサボ島から120海里サンクリストバル島西端沖にいた。米機動部隊司令官フレッチャー少将は珊瑚海海戦とミッドウェー海戦で指揮下の2空母レキシントンとヨークタウンを失い、日本航空攻撃隊との2日間の激戦で戦闘機16急降下爆撃機1、偵察機1を失い、さらに護衛の対南空がかる零式艦上戦闘機の存在がフレッチャー少将に日本空母の幻影を見せた。さらなる被害を恐れたフレッチャー少将はミッドウェー海戦の南雲中将と自分を重ね合わせ、攻撃圏外への退避を決定、日本空母を探していた。フレッチャー少将の戦線離脱は
上陸開始後2日間で撤退すると事前通告していたとも。南太平洋海軍部隊指揮官ゴームリー中将に燃料状況の不安の一報を送っただけで、許可を得る前に独断撤退したとも言われている。アメリカ機動部隊は結果として上陸輸送船団の援護を放棄していたため、日本軍の殴り込み作戦に対処できる状態ではなかった。また大打撃を受けた水上部隊の混乱は収束せず、被害こそ出なかったが、シカゴとパターソン、駆逐艦同士などで疑心暗鬼の砲撃戦も発生していた。第一次ソロモン海戦の米軍は、断片的に届く第8艦隊発見の報告を諸島間の移動と分析。配置した哨戒駆逐艦はレーダーが機能せず、第8艦隊を凌駕していた戦力を自ら分散。その行動の多くはあだとなった。第8艦隊はいくつもの要因を背景に米軍の括弧撃破に成功したが、自らの果敢な行動と不時着覚悟の航空攻撃、多くの日本兵が手繰り寄せた幸運を最後の最後に手放した。ミッドウェー海戦直後ということもあり、長野治軍令部総長が三河中将に与えた極力艦を壊さないようにの言葉が第八艦隊の決定に影響を与えたと言われている。第八艦隊はソロモン中央水道を高速で通過、夜明け前に敵攻撃圏を離脱。8時、三河中将は隊列を命じた。第6戦隊従順4隻はニューアイルランド島西端のカビエンへ、夕張と夕凪はショートランド白地、鳥海天竜はラバウルへ分離した。10日朝、ニューアイルランド島北方海域を航行中の第6戦隊従順加古が米潜水艦 S-44 の魚雷3本を飛来、わずか5分で沈没。第1次ソロモン海戦唯一の喪失艦となった。殴り込み作戦の報告を聞いた連合艦隊山本五十六司令長官は、ほぼ無傷の第8艦隊が敵空母を恐れ第一目標を放置したまま撤退したことに大いに不満であった。第8艦隊の功績に対して尋ねられた山本長官は怒りを隠さず、こんなものに勲章をやれるかと言い捨てた。米軍はしばらくの間日本軍を警戒、揚陸を中断し海域を離れた。ガダルカナル島の海兵隊1万900は上陸直後から赤痢が蔓延、揚陸できた食料は5日分、日本守備隊から奪取した物資を合わせても14日分しかなく、弾薬にも困窮。海兵隊は食事回数を制限しながらどうにか飛行場周辺維持を続けている状態だった。8月20日、ヘンダーソン飛行場と名付けられたルンガ飛行場に敵航空隊が進出。まもなく三河中将が攻撃を断念した輸送船団の揚陸が再開。ガダルカナル島海岸には米軍の戦車、重装備、レーダーや物資が積み上げられていった。アメリカ軍は海戦に大敗しながら戦略目的を達成。ガダルカナル島の状況は鳥海艦長早川大佐が強く訴えた懸念通り、ガダルカナル島へ向かう日本船舶、上陸した日本兵の運命、戦争の行方まで大きな影響を与えていく。